皆さんこんにちは。今回は、2.4 末日の幻影の星4攻略ですね。ここで言う星4はガチャから出る星5は使わないという意味です。ってことで進めていきましょう。前半は早速順守なのか、そしてルカ、アスター、ナターシャです。敵については、カフカが初回行動時に強化するので、特に2ウェーブ目については耐久が重要です。また、できれば右の氷ゴーレムから倒したいんですが、ルカなのかがアタッカーなので、炎ゴーレムを殴りつつ状態異常ガチャですね。氷ゴーレムの凍結成功率は 60% とか 70% とかだった気がするので。まあ、感覚的に効果抵抗霊でもたまに凍結しないことがあるので、必中系ではない、ってことはある程度理解はしていると思いますが、ナターシャ、あるいはリンクス採用で効果抵抗はできるだけ盛る感じですね。カフカの洗脳は基礎確率 120% くらいなので、基本的に貫通するものだと思うのがいいかも。ただ、今回は2行動目で確定解除なので、カフカの洗脳は1ターンだけ動けない、ということであんまり解除はいらないかも。その代わり、凍結の方がだるい感じあるね。あとは祈りながら、戦闘する感じ。凍結がどうしてもきつすぎるので、星4攻略するとこれをどうにかするしかないですね。ナターシャは単体解除と物理攻撃、リンクスは必殺技のみで全体解除なので、敵の凍結頻度が高いので、リンクスナターシャは好みだと思います。自分は弱点一致もあるのでナターシャ採用にしました。まあ、リンクスのデバフ解除は、敵のデバフ頻度が高すぎると解除が間に合いづらいので、こういうことされると、欠点として感じやすいかなと思いましたね。祝福は通常攻撃ダメージアップにしているので、7日の強化攻撃がとんでもないダメージを出してくれます。弱点撃破すると行動順アップでも良かったんですが、どっちがいいんでしょうね。前半は7日で弱点撃破をしてしまわないように注意しましょう。前回のアプデだっけ、敵の人生の残量がわかるようになったので、比較的調整はしやすくなりましたね。一方で、7日の多段攻撃はヒット数が運要素になっているので、理想的には敵の弱点撃破後に7日の強化通常が打てる形にしたいですね。やり直しの半分くらいは、7日の調整ミスでした。というのも、2突の追加攻撃まで含めるとだいぶ管理が難しいんだよね。たまらなくていいのにたまったりしますからね。ちなみに、7日の必殺技ダメージはだいぶしょぼいので、状況に応じて、人生削る用として割り切るのもありです。まあ1ウェーブ目はあとは削り切るだけなんですが、7日の必殺技はほとんど人生削りと強化通常確定強化用で使うのがいいと思います。一応他の編成候補は、ルカを主将にすることでしょうか。その代わり後半戦でロスを取り戻すスタイルになるかな。7日主将でダブルアタッカーをさせている方もいましたね。一応自分も後半でスコアを取り返す戦略なので、前半は3300に足りませんでしたが、多少のミスもあるので、そこを完全にできていれば3200ちょいくらいはいけるかな。被弾ガチャもあるので、星3クリアできれば自分はやり直しませんけどね。氷ゴーレムを倒したので、ここからは慎重に調整をしていくフェーズです。ルカで弱点撃破ができないと、本末転倒になるので、7日の行動に細心の注意を払います。今更ですが、装備はアスターはダンスとウェンワークに仮装で、がっつり速度ビルドになっていますね。ダンスは今回は前後半で1枚のみ採用で、アスターにだけつけています。まあ、2枚目は頂上1なので、恩恵はだいぶ怪しいラインですけどね。ルカはそのまま撃破特攻ビルドですね。超撃破はないので鉄器の恩恵はそこまでありません。7日は普通に火力ビルド、論剣装備でガンマン4セットに星々2セットですね。超撃破で行くなら、鉄器とかその他撃破特攻系、2セットもタリアや豪華を選択です。また、ルカの行動前に7日は茶をしばきたいので、速度靴を今回は推奨ですね。まあ、7日は SP 供給力が高いので速度重視でいい気はしますけどね。ナターシャはとにかく速度、効果抵抗をつけて、透過交換がおすすめです。人生削りを優先するなら繁殖という選択肢もありますね。キャラガーではないので必殺技系、5は治療用の抗塩水をつけても、クリアラウンドに影響というか恩恵がほとんどないので、繁殖、透過効果のほぼ2択だと思います。究極的にはセット効果は仮想の2セットだけでも問題ありません。敗因は大体凍結によるラウンド経過とかなので、星4攻略は回復量を上げるよりも制圧力の方が結局重要になりやすいです。ってことで、しばらくカフカをしばきます。ってことで、後半戦ですが、カフ
フ化の行動はあまり変わりませんが、全体洗脳予告が来るので、ちゃんとデバフ解除するのと、敵の火力がきつくなります。他の注意点は、おもちゃドラゴンくんは、初回行動時に発狂状態に入るので、6回殴ると自爆して防御ダウン、これを狙う場合は初回行動後がおすすめです。持続ダメージだと、持続ダメージ分もカウントされるので、おもちゃ竜は、持続だと一応楽に倒しやすいですね。じゃあカフカを今回使うかと言われると結構怪しいとは思います。ミーム竜がかなり硬いのと、動きを詰めることを考えるとやっぱり一弱点で編成したいですね。って感じで後半は前半よりは苦戦しないかな。最初の敵の発狂に連続を耐え切れると弱点撃破していけば崩れることはあまりないでしょう。あとは、後半までそのまま実戦です。ってことで、後半ですね。後半は敵に属性を付与されるので、それに対応した敵を殴るのが大事です。それくらいで、超撃破を採用している場合、特に気にすることはないと思います。ホタル接待ですが、超撃破が強いからホタルが強いというのもある意味正しいので、ホタルに嘆く前に、超撃破キャラを育成することをお勧めします。編成とかは、調和主、記憶、時計やウェンワーク、ペラは決意で漁師4撃破縄ですが、撃破特攻を結構持っています。キャラ側は撃破ビルドをしつつ、手術後の会話で EP を増やしています。EP 縄と何が誠か、とかでもいいと思います。最低限1枠撃破特攻アップを縄か公園水でつけたいですね。投下交換と EP 縄を選択するのもありだと思います。負傷も漁師4でハイブリッドビルドかな。
ヘルタ高円錐、量子4、タリアを装備させています。速度靴を装備して、撃破特攻縄を装備させています。一応ペラが防御ダウンするので、量子 4Z の恩恵が多少上がっていますね。一応敵のダウン中は与えるダメージもかなり増えるのでハイブリッドにしましたが、撃破特攻重視でもいいと思いますね。負傷は単体への手数も多いので、最後の削りもかなりいい感じでした。ってことで、後半は特に言うことがないので、このまま終わりまでどうぞ。前半はかなりやり直しましたが、後半は2回でいけたので、編成試行錯誤ではもうちょっとやっていますが、超撃破やばいですね。最後に編成とその装備も紹介しておきますね。以上です。ご視聴ありがとうございました。さようなら。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。捕獲マーク起動、愉快な反撃の時間です。愉快な反撃の時間です。捕獲マーク起動。
愉快な反撃の時間です。